私が好きな言葉なんですけど、自灯明法灯明っていうのが141ページにあるんですけど、この言葉は最初に知ったのが、竹村健一さんがテレビかなんかで、私はサインを書くときに色紙に必ず自灯明法灯明と書くんだっていうことをおっしゃっているのを見たことがあって、ですごくその、気になっていたんですけども、でその言葉をこの本で30年ぐらい前に出会って、でそれ以来ずっと好きな言葉で、その自分を照らしていきなさいと、で自分の内なる明かりを灯していきなさい、でさらに、法によって自分をこう磨いていきなさい、だからぜひね、こんな時って、まあ、よく世間で今言われてます、こんな時こそやっぱり仏法真理というこういう、老人通力のようなものに、出会っていただいて、法によって自分を明るく灯していくっていうふうに、持ってていただきたいなっていうふうに心から思います。まあ、いろんなアドバイスいただいておりますけども、まあ、体験も含めて、もう少し、何か、深い話がいただければと思ってるんですけども、どうですかね。本当にそのコロナでキャンセル、結婚式がキャンセルというコロナのせいなんですかね。このちょっと文面だけだと分かんないけども、これね、すごくかわいそうなのは自分自身が嫌いになってしまって、あらゆることに自信が持てなくなってしまった。ここはちょっと後でちょっとねアドバイスしたいところがあるんだけど、その前になんか気になるのがコロナのせいでって言葉ですよね。なんかここのところなんかこの方にとって貴重なヒントがあるかなという気がするんですよね。やっぱりこの人生というのは実は魂修行のためっていうふうに先ほど申しましたけど、この辺こう仏法師に学ばせていただくとそこがよくわかるんですよね。ということでそういった意味でね、ちょっとふっと思い出した一節がですね、24ページありますね。この霊性の目覚めの早い人遅い人って話ですけども、この最後の行なんですけどね、失敗した場合には自分以外のもの他人のせいでそういう失敗に陥ったと考える、このようなに考えがちであるわけです。こうしたことは結局自分本位の生き方であると言えるのではないでしょうかということなんですね。この本を読ませていただくと、実はこの老人通力の中で私たちが求めている人生の理想像っていうのが、実は霊能力をひけらかすとか威張るってことじゃないんですよね。やっぱり私たち自身がより多くの人を愛せる存在になる、それ自身が幸福なんだっていう話も出てきてます。まあ、そういった意味で言うとどうだろう、もしかしてコロナのせいって言ってるけどそうじゃないんじゃないかなっていうところをですね。コロナってその人と人、家族のつながりとか、まあ、この巣ごもり状態と言われる、それはいいことか悪いことか別としても、家族の絆が深まったりとか、非常に友達とのこう、まあ、リモートだけど連絡を取り合って仲がこう良くなったりとか、逆にチャンスでもそういう機会ふうに感じるんですけどね。会えないっていうのはあるのかもしれないけど、特に完全孤独でね、時間を過ごして三好さんはもうつくづく感じるよ、ね、そうそう、会えないから余計その愛情みたいなものを、例えばインドにいて母親が東京にいるんですけど、今まで以上に電話しました。でこんなこと普通の時は、まあ、心配というか、そのコロナ自体の心配というよりも、精神的、テレビでそんなことばっかやってるっていうのは聞いてたんで、精神的になんかダメージがあったら嫌だなと思って、非常によく電話をしたり、思いも出したりお祈りもしたりとか、なんかすごくこう、家族に戻っていくような感じをすごく自分で、まあ、本当に無人島生活みたいな状態になっちゃったんで余計それを感じました。だからなんかこの方はその第一番最初からコロナのせいでっていうのすごいちょっと気になるな、うん、なんか気になりますよね。
彼女との関係にズレが生じ始めてっていうのはそもそもコロナがきっかけだったのかどうかっていうのその前からもしかしてそのなんか伏線が、うん、ちょっと笑いながら言っちゃいけないんですけど、そうね、何があったんだろうね、ズレってね、本当にこう自分でこう何が悪かったかって、まあ一回それ今はあのやっぱりこう自分自身が嫌いになって自分をいじめるといけないタイミング、あまりいじめると良くないんで、そこは今あんまりこうすぐは見つめずに美味しいものを食べて、ちょっと外食が今あのできる環境が出てきましたから、あの少し外食したりとか、ちょっとそろそろ散歩行ったりとか、あと新型コロナウイルス の, もうあのニュースはいつも否定的なのが、あの恐怖心を煽るような番組がネットもいっぱいあるんで、もうそういうのは遮断して、こう結構ポジティブなあのものをどんどんまず入れていって、でしばらくしてちょっと反省をこう何が世界にはもっと本当に絶対外に出れない国とか地域ありますんでね、日本に帰ってきて非常にショックを受けたのは普通に見えましたからね。あの日本の生活はインドの自分が体験したことから見たら普通の状態で、インドでは、外に一人一人歩いてない、多分犬が餓死してるんじゃないかっていうような状態になってますなってましたんでね。三浦さん帰ってきた時にね、なんかあのアジャスなんて順応するのに大変ですって言ってたんで、本当にそう思いました。あのどういうことだろう、普通に、ね、あの街羽田について街を見て普通だなって思います。向こうその10時間ぐらい前に見た光景っていうのは完全にその戒厳令のような状態でしたんで、そこから見たら普通ですから、その日本は本当にあのかなり普通に生活してるっていうのはもう本当にそう思います。だから決してあの人のせい環境のせいにするなっていうあの無法心でありますけども、やっぱりコロナのせいなんて言わないで、やっぱり自分を好きになっていただきたいなっていうふうに思いますね。